はい、こんにちは。今日も習慣化のお話をしていきます。ディスプランニング、迷えば悪習慣を断ち切れるというテーマでお話をしていきます。どうでしょう、皆さん例えば旅行に行く時とか休日にどう過ごそうかなとか、どんなルートで行こうかなとか、どんな過ごし方していこうかなっていうふうにいろいろ考えていると思うんですよね。でそんな時にやること、休日に例えば洗濯物して、で布団を干して、で買い物に出かけて、こんなことしてあんなことして、あの人とデートしてとか遊んでとかっていろいろ計画が立てたら、スッスッスッてその準備とか実際の行動とかって移しやすかったりすると思うんですよね。それから旅行も何の手段で行くのかとか、どこに観光地行くのかとか、そういうのが決まってれば、何時の電車に乗ってここに行って、であんなもの食べてとかっていろいろ浮かぶってくると思うんですよ。それが習慣化においても、何をやるか、腕立てやるとか、料理を作るとか、仕事でこんなルートで行くとかっていうのが決まっていれば行きやすいんですけど、これが悪習慣でも同じことをやってしまうと問題ですよねっていうことなんですよ。で今言ってきたっていうのはプラン、つまり計画を立てているっていうお話をしてきたんですけれども、そうではなくってディスプランニング、あえて計画を立てないでやることによって悪習慣を防いでいきましょうという、そんなお話になっていきます。でいろいろ悪習慣の方法をお伝えしてきた中で、このディスプランニングっていう方法が割と分かりやすくてやりやすいんじゃないかっていうのが言われています。やってはいけないっていうことを、ついついやってしまうっていうのが、人間の心理ですよね。例えば太ると分かっているのに甘いものに手を伸ばしてしまったりとか、それから体に悪いって分かってても酒を飲んだりタバコを吸ったりってやっちゃうと思うんですよね。人間には次々とこう押し寄せる欲求の波みたいなものがあるんで、なかなかそれに抵抗することって難しいんですよね。じゃあどうしたらいいのかっていうと、今お話をしたディスプランニングっていうところで、もうそういう欲求が起こることはもう仕方ないですよ。もう人間甘いものは食べたいし、体悪いと思ってても一時の快楽を得たくて、もうお酒飲んだりタバコ吸ったりとかゴロ寝したりとかって、それはもう仕方ないんですよ。だからそれを抑えてしまうと反動が来て、甘いものめちゃめちゃ食べてしまったり、酒をどか飲みしたり、タバコをもう2箱でも3箱でも吸っちゃったりとか、1日ずっと寝てしまったりとかっていうのがあるんで、それはもう仕方ないと、人間にそういう欲求はあるんだということをまず認めて、でそれがなんで引き起こるのかっていうトリガーを明確にしていくっていうことが大事なんですよ。甘いもの食べたい瞬間ってどんな時ですかとか、タバコを吸いたい瞬間なんですか、お酒飲みたい瞬間なんですかっていうものをまずははっきりさせていきましょうと。でそのはっきりさせていくことによって、これをやらないために、発動しないために混乱させようというのがディスプランニングです。でどういうことっていうと、例えばですけど、こう男性陣なんかよくあるかと思うんですけど、飲んだ帰りついつい脂っこいラーメンを食べてしまうってよくあると思うんですよね。で飲みに行った帰りにラーメン屋の前を通ると、つい豚骨ラーメンを食べてしまうといったトリガーを見つけるということです。それを起こらないようにするためにディスプランニングを発動させると。でどういうことかっていうと、ディスプランニングってラーメン屋に入ることとかを起こらないようにするだけじゃなくて、そもそもそこにたどり着くまでの混乱をさせるっていう意味もあったりするんですよ。だからラーメン屋に行ってついつい豚骨ラーメンを食べてしまうのであれば、一つは食べないように、そもそもラーメン屋のある道の前を通らないと、いつもと違うルートで帰るっていう風に決めてしまうとか、あるいはもう飲みに行くギリギリのお金しか持たない、だからラーメン屋に行ったところで200円じゃラーメン食えないとかっていう状態にしてしまうっていうことなんですよ。でそうしてしまうと、飲み会に行った終わりにラーメン屋に食べに行くっていうこともなくなりますし、食べに行ったとてお金が足りないから結局食えないっていう状態が作れるということになります。であるいは例えばさっきの甘いものついつい手を伸ばしてしまうっていうようなこともあったりとかすると、人間ってやっぱり慣れ親しんでるものに対しては自分の利き手とかがスッスッて出やすかったりするんですよね。だから普段のその甘いものとか食事とかでも食べ過ぎてしまう人だったら、右利きの人だったら左手で、左利きの人だったら右手で食べるっていう風に利き手で反対で食べると、そうするとゆっくり食べることによって満腹中枢が刺激されやすくなって、普段から食べてていつもの利き手で食べるよりも絶対遅くなるんで、そうすることによっていつもだったら例えば100食べる量が80を食べた時点でもうお腹いっぱいっていう状態が作
けれる食べ過ぎを防げるというような感じで、悪習慣が起こりにくい状況っていうのを作っていくのが大切ですよと。だから悪い癖自体が起こりにくいと、やりにくい状況を作ってしまうということです。だから財布にお金を忍ばせておかないとか、それからいつもと違うルートから帰るとか、普段やっているのとは逆の手でやってみるとかっていう風にして、やりにくくしてしまうと、起こりにくくしてしまうという状態を作りましょうと。だから習慣化させたいものに関しては、以前の動画でもお伝えした20秒ルールっていうものでやりやすい環境を作っていきましょうと。筋トレを習慣化したいんだったら、もう布団の横にトレーニングシャツを用意しておくとか、あるいはすぐに腕立てができるようにプッシュアップバーを用意しておくかとかっていうような形です。逆に、お酒とかタバコとかっていうのを、断ちたいという方に関しては、そもそもお財布をその買いに行くための用意をしないとか、あるいはお酒も冷蔵庫の一番奥に忍ばせておくとか、それもその上にもう野菜やら肉やら惣菜やらっていうのをぶわーってそれを全部取り除かないと取れないような状態にしてしまうとかっていう風に、やりにくいような状態を作ってしまうというようなことなんですね。で、悪い癖の場合にそういった障害となる行動をいくつか用意しておくことによって、もうこんな面倒くさいことをするくらいだったら、もう酒やらないとかタバコ吸わないっていう風に人間だんだんなっていくような生き物ですので、ぜひですね、ディスプランニング、悪習慣を断ち切るために、もうやりにくい状況とか混乱させてしまう状況っていうのをぜひ作っていただきたいという風に思います。これが、一番ですね、手っ取り早く悪習慣を断ち切れる方法になります。ということで、本日の動画は以上となります。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄、もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。